りします。漁協の甘エビ、これは今週です。佐野さん、お待たせしました。札幌のお隣、小樽、甘エビの水揚げ始まってる。見た目も鮮やかです。私は大好きです。詳しいお話は小樽漁協冷凍事業部会長の本業竹谷さんに伺いました。通常ナンバーエビ、はい、甘エビの水揚げを行っているのは小樽では一滴だけです。でも、もはやエビ観光漁船ですね。第81清和丸、僕も気合いで漁に出ている。薄紅色の美しい甘エビ、薄紅色の綺麗な甘エビ、焼き肉味噌煮込みですね。いきましょう。海外から出荷まで美味しい食べ物を食べようね。水道の水道なんといっても私食べ終わった後に残った頭の部分を水道にしていい。はい、このね、ちょっと残った水がいい出汁になるんだよ。からっと揚げてもいい。はい、ということで、私以上に佐野さんが待ってますから、では甘エビ、はい、登場してください。はい、よろしく。あ、いいですね。うちの子ののび太が持ってきてくれました、ね、この甘エビの刺身と餃子、手作りです、エビ餃子。もう、うちのお姉ちゃんが作った餃子、この汚い形で、これが餃子の味です。ほら、また、冷水、顔面、ズーム系。ほら、もうね、ひどいですね。あと、あのマスク見ました？よくこの、なんか、鼻の下の唇の毛のだけ隠すマスクって、どういうことなの？ひどいもんですね。何も覚えてない。何を飲んだか、どこで手出したか。
ちょっと待って、あれ、テレさん、ちょっと、これ、テレさん、どうしたの？テレさん。Thank you.
らいお品ともになるそういうぐらいのところがあります。国道233線の中山通りは下町側にあるトンネルの中で事故がありました。詳しい規制はまだまだありませんが、この夜は下町通りに向かう左線は渋滞しています。ご注意ください。日高道は通行に支障ありません。主な峠で雪が降っているのは南西部の稲穂峠をはじめ静狩峠、十勝方面の日照峠、上川方面の内島峠です。この他は晴れ方が積もり、いずれも路面はところどころ凍結しています。札幌市内は二子城天守通りの宮戸沢方面に向かう車が西町南八条では先頭に混んでいます。日本道路交通情報センターの予算をお伝えしました。ありがとうございました。私のカーロスの応援